やっほー、やっほー、こんばんはー、こんばんはー、わーみんないる、間違えてた、見る方間違えてた、こっちだ、下だ、下だ、すっごい上見えてる、みんなあ、そう、みんな上見てる、みんな見てる、こんばんはー、せーの、アップアップガールズかっこかりでーす。はい、緑色担当の1月30日生まれ鈴木めいなです。はい、ロイヤルブルー担当1月23日生まれ古谷ゆりかです。そして、はい、ピンク担当1月19日生まれ隅田はるかです。イエーイ、そうなんです、私たち3人1月生まれでございます。そして本当はね、もう一人1月 15日生まれのモカ担当工藤すみれちゃんもいるのですが、今日はお休みです。はい、こんな3人でお届けいたします。よろしくお願いします。はい、ということで今日はね、私が MC を務めさせていただくのですが、うんうん、私実は3回連続出演なんですよ。すごいね。ありがとうございます。とっても嬉しいでございます。すごい、なんか戦場かっこかりによくいる子みたいな。いいじゃん、レギュラー出演してこうよ。うん、これからね、どん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 トーク力も磨いていきたいなと思っているので、うんうんうん、今日もよろしくお願いします。頑張るね。お願いします。お願いします。全て任せました。はい、任せてください。頑張るわ。ずっとふざけるから。ずっとふざけるのね。言ったね。ボーン、爆発しないでください。皆さん18歳なんだからおとなしく、ね、大人で行ってくださいね。大人で。今日はみんなどんな時間を一日を過ごしたのかな。じゃあゆっちゃんは。私はですね、うん、今日はまず朝寒すぎて起きようと思った時間から1時間半ぐらいオーバーして起きて、寒すぎてね、外が、うん、でお昼からゲームの実況撮影して、うん、してたね。そうなの、3本ぐらい撮った、うん、で、そう、楽しみ、後々上がるので皆さんぜひ見てください。で、その後はみんなでリハしてました。いや、そうなんでございます。さっきまで、つい1時間前までリハーサルをしておりました。そうなの。何のリハーサルと言いますと、はい、何でしょう。はい、はい、明日、出演させていただく琴音の日のね、リハーサルをしてまいりました。よくできました。キュンさん偉いね。さすが18歳だね。そうです、もうできるようになっちゃうもんね。はい、そういうのもね、任せて。そうです、明日は琴音の日に出演させていただくのですが、あの中野サンプラザなんですよ。うん、もしかしたら私たちラスト中野サンプラザなんじゃないかということ で、 そうなんですよ。とっても気合を入れて琴音の日盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。本当良かったよね。うん、最後出るとね、よかった。ステージもね、とっても素敵なね感じなんだよね。実はね、結構いつものライブとは違う感じのね、あの、うん、ステージングになりそうなので。そう、そうなんですよ。しかも声出しありだね。そうだよ、声出しありだよ。ワクワクしちゃう。はるちゃんは今日あのリハ前まではどんな一日だったの。はるちゃんはリハ前までは何してたっけ。うん、あ、今日は学校が休みだったので、うん、ゆっくり寝ました。あ、いいね。で、ドラマ、うん、ね、溜まってるドラマを2本ぐらい見ました。めっちゃ見てる。いいね。はい、そういう一日。あと漫画も読みました。え、結構充実した一日よ。そう、めっちゃ、あの、最近漫画にもハマってて、うん、あの、なんだっけ、わー、ダメ忘れちゃったんだけど、なんか、うん、夫に離婚、浮気された、うん、ちょっとヘビーじゃない。すごい漫画見てる。なんかさ、ヘビーじゃない、なかなか。で、なんか夫に浮気されて、うん、で、あのね、その浮気相手が親友だったわけ。うん、うん、いやね、すごいヘビー。でも親友なんだけど、その子はすごいあざとくて、うん、めちゃくちゃその女の子を陥れようとするぐらいあざとい女の子だったの。うん、で、その浮気された人に殺されちゃうの、女の子。はるちゃん、それ後でやろうか、話。ちょっと重いよ。今日はハッピーな話をしよう。殺されて2週目を、うん、過ごすんだけど、そこで人生2週目ってこと。そう、そこでその人たちを見返すっていう、ちょっと転生系な感じなんだね。そうそうそう、あー、面白そう。そうでございます。なかなか触れづらい話題やめてくんない。面白い。そんなね、充実した1日を過ごしてはるちゃんですね。私は今日は病院に行ったり、ちょっと自分のメンテナンスをした1日でした。大事だよね。そう、たくさん寝て病院行ったりとか、マッサージ行こうと思ったんだけど寒すぎて体動かなきゃいけなくてとかいうね、ちょっとのんびりした1日を過ごしました。うん、リハーサルも充実してできたので、うん、明日がめちゃくちゃ楽しみです。ね、こんな3人でお届けしていこうと思います。それでは早速タイトルコール行ってみましょう。せーの、アップアップガールズカッコカリーの戦場カッコカリー。早速ショールームの参加方法です。はい、ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメントを書き込んだりできます。そして、皆さんの、ね、ポイントが多いほどキャラクターがどんどん前に
段がねどんどん上がってくるんですよ、うん、そうなんだよね。なのでね、ぜひあの星とか今もあの世の中で神っていうアイテムとかね投げてくれてるんですけど、今なんかあれなんで推しなんとかみたいな感じで、推ししか勝たんとかあるんだよ、あそうなんだ、そう可愛いの。じゃあみんな今日はあの自分の推し面が可愛かった瞬間にそれをいっぱい投げていただいてね、待ってる、あのランキングをどんどん順位上げていただければなと思います、そしてこの番組に参加するには無料のアカウント登録が必要です。登録の大丈夫、何でもないよ、大丈夫、みんなが投げキスしてたはい、あの登録がねまだしてないよって方はぜひ今この時間に登録してコメント書き込んでいただけると私たちとねまた配信でもコミュニケーション取れるのでぜひよろしくお願いします。お願いします。ということでじゃあ早速ランキングの確認をしていきたいと思います。はい、誰かな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 、タイミングよ、すごいねすごいね、出ました。はい、第3位がまず第3位カニちゃん、カニカニありがとう、頑張れ。そして第2位が溝口哲夫さん、おいいね、ありがとうございます、傷ついてる。そして第1位がつるちゃん、ありがとうございます、ありがとう、このまま頑張ってください。この後も配信続きますので皆さんたくさんアイテム投げてください、応援しています。はい、アップアップガールズカッコカリの公式 YouTube チャンネルからご覧の皆さんも、通常は各週火曜日21時から、本日はねちょっとイレギュラーな配信になってるんですけど、うん、本当は火曜日の21時から放送しています。ショールームの方で生配信していますので、ぜひ生でもご覧ください、お願いしま す、お願いします。待ってるよ。ということでここから2週間の振り返りをしていきたいと思います、はい、結構あったね、ま、そう結構あったよ。まずは19日隅田遥香の初めてのハッピーバースデーイベント、おめでとう、ありがとうございました。バースデーイベントをやりましたね。はい、はるちゃん改めておめでとう、ありがとうございます。本当に18歳になりました、うん、そうこのねバースデーイベントはソロコーナーもあったりとかしてね、はるちゃんは、うん、カッコニキさんのアップアップガールズカッコニキさんのかかってきなさいと、アップアップガールズカッコカリのネバーマインドをお届けしましたね、はい、どうでしたか。いや本当にあのリハーサル、私は結構リハーサルとかやらせていただいたんですけど、うん、もうね本当にね、うん、リハーサルが一番緊張したぐらい言ってたね。そういや2週間前からずっと緊張してて、うん、本当にでカラオケでそのメガホンをぶん回してキャラクターって結構見えるじゃん、なんか、うん、でも本当に本当に見られんの店員さんとかに私が回してるから、しかもスケートが全部端っこに捨てね、えらいね、すごい恥ずかしかったんだけど、うん、でもなんかおはんの人の前に立ったら、うん、もうね本当にねみんないつも温かいのよ、うん、そうだね、もう温かいから、うん、なんか出た瞬間緊張とかは全部、うんうんうん、飛んでいって、うん、まあ、ちょっと緊張してきた、ね、でもだってはるかさ、あのリハーサルとその後のレッスンの合間に本当1時間半ぐらいしか時間なかったのに、ちょっとカラオケ行ってくるからって言って、カラオケでそのソロコーナーの、ね、練習をね結構しに行ってたんだよね。本当に時間あればもう合間を縫ってそうやって練習してたから、なんかそれをさ、うん、本番で楽しそうにやってるはるかを見て私もちょっと泣きそうになった、そうなの。本当にね、はるちゃんはね努力の子なんですけど、うん、なんかねあのライブの休憩の途中、本当にちょっとした対バンイベントの合間とか、うん、準備が終わったちょっとした時間にちょっとメインが聞いててとか言って、うん、ネバーマー合ってる音とか言ってね、そう本当にずっと頑張って、本当にね緊張してただろうけど、うん、でもちゃんとリハーサルに合わせてねしっかり振り付けとか歌詞とか、うん、歌の音とかだったりとか全部ちゃんとやってきて、本当に偉いなって、大人になったなってなんか親目線で感動してしまいました。まあ一個言うとすれば、そのカラオケに行くこととそのソロコーナーに緊張しすぎたせいか、そのことで頭いっぱいで、その後のダンスレッスンの時に行く駅間違えてすいませんってスライディング土下座であの入ってくるっていうのはありましたね。本当に一人で行けるから大丈夫だよって言ってたのに、うん、行ったら違う駅で、うん、なんかあれみたいな、飛び出さないのって思って行って、本当にすいません、もう先生の前に土下座、本当にすいませんでしたみたいな。あのいいですか、私ちょっと暴露、こうやって言ってるあのゆっちゃんなんですけど、同じ場所での練習で、あの同じ間違いしてますから、やってますから彼女も、はい、私もやっちゃったこの前で、むずいんだよねその駅がね、じゃだいたいねあの同じ線のね似たようなところで、あのそのレッスンの、そうスタジオやってたから。あのそこだといつもそこだと思い込んで、その日のレッスンのこと考えながら向かったり、よくよく見たら、え、こ
ここじゃないなと思ってすいません行く駅間違えましたってそうすいませんって言って入ったことあってしまった。みんなね、あの日々違う場所でレッスンとかになると迷っちゃうんだよね。昨日も迷って、今日もあの昨日か、そう昨日は私たち新、うん、あの7人だけ、うんうんうん、あのだけでリあのラストレッスンだったんですけど、うん、あれあーちゃんがその前までボイトレで一緒 で、うん、であーちゃんをね時間が1時間ぐらいあったから、うん、あーちゃんに送ってよ駅までって言われて、うん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 、送ったんですよ駅まで。なかなかすごい話だよそれ。そうだけどね、それもね、あーちゃん送ってあげたんだけど、うん、でもそのおかげで私違うとこ調べてたので、あここから22分もかかる間に合うかなって言ったら、うん、あーちゃんがえどこ行った、あここから4分だよみたいな言われて、え私これ調べたらここ、え22分かかりますよって、うん、え本当にさみたいな、送ったの私ってみたいな、で4分で着いた危ない、よかったね、よかったね、あーちゃん送ってよかったんだね結局ね、本当によかったよかった、よかった本当に、いろんなことが日々ありますがちょっと話がずれちゃったんですけど、はるちゃん当日のバースデーイベントがあってね、すごい楽しい時間でした。ありがとうございます。そしておめでとう。ありがとう、成人。みんなからの色紙とか、うんうんうん、あのね、ちょこちょこお手紙とか、うん、あのキュンタンのぬいぐるみを作ってくださったんですよ。すごいね。すごい、見せて。あ、そう、今ベッドで一緒に寝てるんだけど。写真送って、見たい。そう、でその子を作ってくれたりとか、ね、このイヤリングもね、ファンの方がくださったんですよ。うん、とっても可愛いね。そういうのとかもあって、もう本当に幸せもんだなと思って、うん、もうこれからまた恩返しを1年かけてしていきたいなって思っておりますので、うん、18歳もよろしくお願いします。いい。あ、改めて、じゃあはるちゃん、18歳の抱負をお願いします。はい。本当にね、もう18歳になる前から余裕の持てる女性になるって言ってるんですけど、もう今日もバッタバタでパパにあと10分しかないって送ってみたいな感じだったの。だからもう全然有言実行できてないんですよ。だから余裕を持って本当に行動できるようになるのと、あとは本当に自分に自信が持てない17歳で、もうずっと本当にねもうねベソベソしてたので18歳成人大人ということで、もうね最近はお洋服とかファッションにも目覚めたし、香水にもハマったんですよ。今日もおしゃれだもんね。そうそう、これはお母さんにこれとこれとこれ欲しいみたいな送って買ってもらった。いいね、とっても可愛いよ。あと香水にもハマりだして、うん、だんだん大人な女性に近づいてきてるなと思ったので、うんね、ちょっと美意識も女でしょ、すごい女性だ、はるちゃんが赤ちゃんじゃなくて女になってきてる。だから美意識を高めていきたいなって思います。いい、頑張りましょう。はい、いいね、はるちゃん素敵だよ。次はね、すーちゃんも一緒にお祝いできたらいいなと思ってます ね、うんうんうん、ということで24日は古谷ゆりか鈴木めいの初めてのハッピーバースデーイベントを行いました。ありがとうございました。私たちは23歳コンビになりますね。そうです、23歳コンビ、ね、頑張ろうね、うん、頑張ろうね。このイベントもソロコーナーだったりとか、もちろんあのみんなのライブパートもあったんですけど、うんうん、私たち2人のユニットコーナーもあったりしたんだよね。そうなんですよ。そう、2人であのラブシックデバイスというあの2期のって言っちゃった、過去2期さんのちょっと今口混ぜちゃった、過去2期さんの島崎ゆりやさんとゆっかが歌ってる曲なんですけど、うん、2人でカバーしていただいて、はい、YouTube の方に動画も上がってるので、うん、よかったら見てみてください。本当に最高、ありがとう。もうね、うん、本当にね、あの初めて当日初めて見たのよ、うん、メンバーも、また喋っちゃってごめんね、うん、すごい喋っちゃってごめんね。全然全然、もう本当に良くて、うん、なんかもう同じ同期なんだけど、うん、本当に先輩を見てる、うん、なんで尊敬の、それ違くない、尊敬の眼差し、なんか本当に尊敬の眼差し、もう本当にもう憧れを持ちました。私もこうなりたいって、ね、ずっと憧れるとか尊敬してるとか言ってくれるんだよね。あのリハーサル終わって上にあの楽屋に上がった途端、うん、はるちゃんにあなたたちが誇りだよ私はあなたたちが誇りだよってすごい言ってくれて、誇り、いやでも私もはるちゃんが誇りだよ。いやいやいや、私本当にね、あのはるちゃんの努力はマジで感動するもん、うん、私も本当にすごいよね、ちゃんとやってくるのが本当にすごいと思うの。照れちゃうから。あ、なんかもう、でもほら自信持って。あ、そうですね。ありがとう。いいじゃない。そうそう、そういうこと。3人を褒め合うだけでも50分ぐらいいけそうだよね。本当ね、あの讃え合いたいよね、もはやね。今度そういう配信をやりたい。やらせてください。いや、そう。ありがとうございます。でもね、あの今回そのメイナとユニットやったのも、うん、
あのアプが加入して結構すぐぐらいに私メイナと2人でカラオケにねちょこちょこ行ってたんだよ ね、行ってたね。でメイナはその即興ハモリが得意だって言ってて、ね、私主戦でその結構ハモリがそんなに惑わされないタイプだったから、うん、2人でよく一緒にそれでハモって歌ってたんだけど本当に声の相性が良くて、うん、本当にそのもう3年前からずっと一緒にいつかハモリやりたいねって言ってたんだよね。そうなの。でもこうなかなかタイミングがなくて、うん、たまにあの1回だけさあーちゃんがお休みの時にさ、うん、クレイジースパーキーをさ、ね、一緒にやったりしたよね、うんうん、そうでもそのぐらいしかやったことなくて今回ちゃんと2人でやるってなった時にもうやっとみんなの前で披露できるってなって。そうなの。でもやっぱファンの皆さんもそうだし今回ボイトレの先生もね、うん、私たちのこのユニットの曲見てもらったんだけどやっぱほんと2人の声の相性いいねってすごいね褒めてくださったのね。すごい褒めてくださったの。そうだからなんか生誕イベントも去年全然決まってない時生誕イベントやるって決まってない時に、うん、私ショールームで配信個人配信してる時にファンの方もゆりかとメイナが2人でイベントやるなら絶対行くって言ってくれるから。それ私も言って聞いたそれファンの方に、うんうんうん、そうそうすごいね言ってくださる方がたくさんいて、うん、だからなんかこうやって実現してね、うん、できてよかったなって思いますし来てくれた皆さんもあと配信でね見てくれた皆さんも本当にありがとうございました。本当にありがとうございました、うん、そうお互いねソロもやってゆっかはきっかわゆさんのきっかさんのダーリンとマドンナっていう曲とあとアップアップガールズカフカリの私たちっていうね、うん、曲を2曲歌わせていただきましたね。で私鈴木メイナがアップアップガールズカッコカリのちょっと待ってデートラインと、うん、アップアップガールズカッコニキさんのせめてせめてをカバーさせていただきました、うん、めちゃくちゃ良かったありがとう、うん、ゆっかもめちゃくちゃ良かった はるかがもうずっと泣いてたしはるちゃんさそうなんですよ私たち映像を見ていただいたら分かると思うんですけどちょこちょこ横見てるんですよなぜかって横にねゆめちゃんとはるちゃんがずっといてくれて、うん、でしかもはるちゃんは最善のその何裏の最善で大号泣してるんですよもうずっとこれそうでもうそうってもうえぐってなるぐらい泣いてそれもね感動で泣いてくれてたんだよね。そうマイクさんもティッシュくださってくださってたあすいませんとか一人紛れ込んじゃったオタクみたいになっちゃったんだけど、うん、本当になんかね私たちとかオーディションの時に歌ってたから、うん、なんかそういう思いとかも、うん、なんかいろいろ出てきちゃって、うんうんうん、なんかわあもう3年経ったんだなとか、うん、歌でいろんなことを感じちゃって、うん、すごく号泣しました。はるかの号泣シーンツイキャスで映ってたらしい。そう、それ見られても本当に恥ずかしいって思ういや映さないで映さないでって思って全然大丈夫いやみんな見たいよねはるちゃん泣いてるところね。ぜひともアーカイブで見ていただいてそう見ていただいてアーカイブも私の誕生日当日の30日まで見れるみたいなので、うん皆さんぜひ見てください。ハモリもソロももちろん私たちのライブもいやライブさ、うん、私マジで過去一楽しかったかもって感じるぐらい、うん、なんかこう一個になれた気がしたんだよね、うん、みんなと、うん、わかる。その私はお祝いしてもらうっていう立場だけど、うんうん、みんなはさ私たちをお祝いしてくれるっていう感じだじゃん。その私たちのお祝いされるっていう気持ちとみんなのお祝いしたいっていう気持ちがもうガチって一個になって、うんうん、なんかもうめっちゃいいライブができた気がしたの。なんかもうメンバーのそのライブでお祝いしようっていうその気持ちがすっごい嬉しかったよねやっぱりね。そうなのそうなの。ファンの皆さんも一緒に盛り上がってくださって、うん、なんかその私がソロやってる時にねこう目元をこうやって拭ってる方とかも見えたりしてね、うん私も釣られないようにするの必死でさでもなんかすごいみんなの愛も伝わってきたしこれからもたくさん愛をもらいたいなって思った公演だったので、うん、これからも頑張ろうって思わされる一日でした、うん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。またバースデーイベントやりたい ね、うん、来年もまたできるように今年1年また頑張りましょう、うん、次こそすーちゃんも1月担当として、ね、一緒にやりたいお祝いできたらいいなと思います。もしねもうちょっとで復帰するみたいなので、うん、すーちゃんも復帰したらなんかね配信とかあればいいね、うん、すーちゃんのお祝いの ねやりたい、ね、できたらやりましょう。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました、ね、来年は4人で歌いたいとか言ってみたい。歌いたい4人で、ね、やりたいね、うん、ハートビートやる
ブンブンブンハビ止まらんブンブンブンハビ止まらん教えてもらうユニット曲なんですけどちょうど4人だからねということで16日にはアプガノ音楽2023新春編ということでねゆっちゃんとあーちゃんのカリカラは出演しましたが、はい、どうでしたか。いやなんか私今回2回目だったんですよ、うん、あの道友さんと山田さんがステージに立って他ゲストで、うん、あのアパブガールズの誰かが出るみたいなイベントで、うん、今回2回目で私1回目も2回目も両方出てたんですけど、うん、なんかねあの前回よりも今回の方がかなり深いお話をできたんですよ、うん、で言ってたね、今回あのちょうど会場に来てくださった方からも直接その何か質問ありますかって聞いて、うん、あのファンの方がこう山田さんとか道友さんに聞きたい質問っていうのを募集してたんだけど、うん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 、なんかやっぱそれがこうメンバー目線の質問とさファン目線の質問って結構違うじゃん聞きたいことが、ね、だからそう、ね、そう普段なかなかこうメンバーから聞けないこととかもあのファンの方が代理でねこれで聞いてくださってて、うん、なんか普段聞けない話が聞けたっていう面ですごくなんかいい濃い時間を過ごしたなと思って、うん、よかったそうこう山田さんからあのメンバーに期待してることとか道友さんから見て歌でどういうところを改善してほしいかとか、うん、そういうのってなかなかメンバーでさ直接お話する機会もないじゃん。こういうイベントだからこそできる話だよね。そうそうそう、だからそういう意味でかなりこう充実してたし、うん、あのファンの皆さんもかなり満足のいくあのイベントだったのかなって思いました、うん、すごいあのツイッターの何エゴさんみたいな感じでした時に、うん、めっちゃいいイベントだったっていうツイートたくさん見かけて、うんうん、私悔しくなったもん出たかったってそう、ね、あ超出たかったと思ったんだけど、うん、そうなかなかね会わずに出られなかった。もう本当私は一回も下北沢ろくでもないより行けてないの。そうだよね、うん、だからぜひ次もし会った時は、うん、もう全力で出させてくださいって言おうと思います、うん、私も聞きたいもんどこが足りないか。え私も怖いけど、ね、いやあれ結構本当にねめっちゃ楽しい。あの本当に普段さやっぱ、うん、聞きたいけど聞けないじゃん。私たちもさ歌どうなんかいいところありますかとかどういうところ直したらいいですかって聞くタイミングがないじゃん。しなんかあのみんながいてくれるから聞けるの。そう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 、ファンの方も一緒に聞いてくれるから心の余裕があるみたいな。そうそう、でも怖い。いや大丈夫だよ、ね、かなりすごい自分にとってためになるし、ほらキューさんマイクケーブル触んなって。すいませんでした本当に。いじいじしないよ。いじいじしやすい。すいません。次もうしないですか。はい。落ちそうだもんなんかマイク。挟まってなくね。挟まってなかった。しかもマイク下向いてるよ。間違えた。こういうことして。頑張れキューさん。あでキューさん。まあ、本当はねこっちから。配信って何を見せとんねんって話あ。本当にすいませんもう触らないです。後で教えてあげるね。ありがとう。うん、教えてあげる。こうやって成長していくんですよ、はい、うちの最年少は。18歳頑張ろうね。はい、うん頑張りましょう。ということでね、そんなトークイベントもありました。また次の機会もありましたらお楽しみにしていてください、うん、そして週末にはリリースイベント追加のリリースイベントなんかもありましたね、はい、21日は新宿の丸い面で、うん、22日はララポート立川立飛で行いました、うん、楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。その丸い面はあの丸い面も立川立飛もお外なんだよね、うん、そう、この真冬の中外でライブをしたりなどしたんですけど、いやでもね私はかな、私が汗っかきで代謝いいからか分かんないけど、うん、全く寒くなかったよ。いや結構寒かった。いや分かったよ。おかしいの。なんかあの体の芯はあったかいの、やっぱ歌ったりしてるし、うんてるしね、筋肉使ってるから、うん、でももう腕のこの辺とかめっちゃ寒かった。私はだってさ、私寒がりすぎてさ楽屋であーちゃんにさ寒がりすぎって怒られた言われたね。えそれあのさ、これねあのライブ見ていただいた方ならなんとなく聞いたかもしれないんですけど、はるちゃん18歳になったからアドバイスを笑顔で聞くんですよ。そうだからね、はるちゃんがはるか本当にその寒がってるところをファンの方見に来てないよって言われた時もニコニコですいませんえそしたら言ってたよちゃんと。そしたらあーちゃんがちょっと怒ってた、うんうん、なんか笑いすぎじゃないみたいな空気だったよね。うんうん、それでそのことを話したらあーちゃんも、うん、あそういうことみたいな。そう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 、話聞いてられるかと思った。今日もね、今日もリハの時にあの別に怒られたとかじゃなくてここはこうしなみたいな、はるかここはこうしなって言われてる時もはるちゃんニコニコではいはい、ありがとうございますはいとか言ってもうわやる気に満ち溢れてるわと思いながら見てたよ私。えらいね、もう言ってるから、うん、もうね聞いてる、聞いてない、告知済みだから、告知済みだから、うんうんうん、もうこれからはその感じでいくんだね。そうそうそう、しっかり聞き入れるっていう成長して、山田さんに何言われてもはいなんで山田さん急に社長がねはいっていうから、うんうん、あのなんか怖がらないでね。
そう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 、はいとかじゃなくて、そう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 、はいっていく。やっぱ笑顔大事。皆さんもあの寒い時も笑っていきましょう。辛い時もニコニコすること大事だよね。そうね、はるちゃん。え、そうでもね、あの MC さ、うん、あの最初になんか会社でクソって思ったこととかあったら笑顔で言ってくださいみたいな、そしたらさ、あーちゃんに言われてクソって思ったみたいになっちゃってて、違うのにね、確かにね、なんか話の流れ的にそういうことじゃないんだよって思って、うんうんうん、よかった、弁解できてよかったね。そうそう、そういうことじゃないよっていうのを弁解したかった、ずっと、うんうんうん、ずっと弁解したかった、今言えたわ。ちょっとね、タイミングがちょっと悪かった、あの日の MC やたら面白かったって書いてあるから。そうそう、タイミングがダメだったから、うん、そういうことだから全然よかったよかった、そういうことらしいです、皆さん、うん、誤解はしないように、よろしくお願いします。あのこんな風にね、本当にたくさんの思い出を作れるリリーベを送らせていただいているので、うんうん、まだ追加のリリーベの情報などは、こういうあの告知などは、お知らせはちょっと待って、同じことが3回くらいですね、今いい感じにいけてたのに。今後のお知らせは番組の後半のエンディングにてお知らせいたしますので、そちらでよろしくお願いしま す, お願いします。くそ。今日ということでね、もう企画にいっちゃおうかなと思います、はいはい、今日はアップガーの1月生まれ4人のうち3人が集まっていますということで、こんな企画をお届けします。はるちゃんお願いします。はい、1月生まれタップレー争奪バトル、プレゼント、プレゼント、嬉しい嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。争奪してしまいますよ。こちらに大中小の封筒がございます、はい、ありがとうございます。あ、わあ、これはね、なんかちょっとね、大中小の封筒がこちらにございます。それぞれこの封筒にプレゼントが入っています、はい、ありがとうございます、嬉しい。何にするかはこれから行うゲームで勝った人から順番に選ぶことができます。これはいろんなのがある。ここに置きますね。ダメだよ、盗んじゃ。うん、よいしょよいしょ。なんだろう、中大でございます。うわ、なんかすごい中がモリモリだね。え、どう、どれが狙い目？なんかこういうのって大取ったらなんかちょっとね、え、わかるよ、なんかちっちゃい方が得みたいなイメージあるよ ね、 あるよね。私中だな、真ん中行きたい、ね、いや、ちょっと待って、いや、違う、私逆に大。え、メナはめちゃめちゃ小、めっちゃ小狙ってるよ。でも私は中がプニプニしてるから中に。え、じゃあ別れてるから取っちゃうか。まあ一応ね、ダメ、一応ゲームしとこう。あ、ダメか、じゃあゲームしましょう、うん、ということで最初のゲームは、はい、古今東西ゲームです。あら、まず楽しい、お題が出てくるので、うん、あのリズミカルに、うん、パンパンなんとか、なんバンバンなんとか、うん、バンバンなんとかっていう感じでこう、あの順番に言っていくんですけど、はい、あのブーが出てしまった人、うん、もしくは詰まってしまった人は抜けになります、うん、はい、で最後に残ったたった一人がどれかを選べます。なるほどね、はい、ということでもうね、狙いがね、3人とも別々だから、うん、でも変える可能性ある。そうだよ、私大きいの取るかもしれない。いや、そうじゃそうじゃ、変えちゃうかもしれないんだ。私もちっちゃいの狙おうかなとか。やめてやめて、ダメ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 、じゃあ目の大工は。やべ、こんな感じで今ちょっと心理戦が始まってるんですけど、はい、で、その後残ってしまった2人は、はい、黒ひげ危機一発にて勝負が決まります。心臓が痛くなるやつ。心臓に来るやつだ。だからそれやりたくなかったら古今東西ゲーム頑張ればいいんだよ。頑張る、それ嫌だ。頑張ろう、うん、古今東西ゲーム頑張りましょう。勝ちます。ということで、もう早速いきますか、うん、古今東西ゲームからいきますね。わー、好き、楽しい。今からお題が出ます、はい、お願いします。どっちから。あ、そうだ、順番、確かに。最初はグッじゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、どっちがいい。じゃあ、はい、私からいきます。こういう順番だ。うん、オッケー、いきます。わ、やばい。お題はお願いします。アプガの曲のタイトルでどこかにあが入っている曲。ちょっと待って、待って、本当に苦手かも。やばい、やばいな。え、好きな、だ、食べ物とかじゃなかったわ。なんか、いや、あれだね。でもいっぱいある、いっぱいあるよ。だってうちらのグループ名がアップアップガールズかっこかりなんだから、うん、いっぱいあるよ。じゃあ行けますか。やばい、もう早速。え、もう OK です。 OK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 、 行くよ。1回目はいける。鈴木メイナから始まる古今東西ゲーム、イエーイ。アッパーレー、アッパーカット、アップアップ台風、アップアップアップ、アッパーロック。はい、はるちゃん飲んだけ。アッパーロックって言おうとしたんだよ。だからアッパーリッコもあるし、あ、そうじゃん、アッパーアップアップって言おうとしたんだよ。そしたら言われちゃってもうなかった。アップエンアップもある、アップエンアップもある、いろいろありましたね。じゃあ私たちのこれは勝ちですね、うん、はるかが最下位ね。はい、今はるちゃん抜けです。もうこれ黒ひげ危機一発絶対です。はい、なのに
よし。すぐ終わった2週目で終わっちゃったんだけど、なんか時間短縮しようとしてる。じゃあ次決勝戦で、うちらの決勝戦です、ね、じゃあ一人で考えてるわ、やりながら。ドキドキ。アルストロメイヤあるね。そうじゃない、そうじゃん、そうじゃん。アップ以外もあるんだよ ね, ね, そうだよね。あっていろいろあるんだね。忘れてた。ということで私たちのお題発表お願いします。じゃん、アプガの曲のタイトル、英語の曲、すべて英語。あ、もうよかった、やめた。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、一個思い出した。あ、わかった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 。はい、じゃんけんしよう。どっちからいか。最初グー、じゃんけんぽい。じゃあ私からで。やばい。やばい。これさ、曲はあのさ、歌出てくるのにタイトル出てこないで。ある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 。今日歌詞で出てきちゃうパターンね。うん、じゃあいきますよ。うん、ゆりかから始まる古今東西ゲーム。テンテンデートライン、アッパーディスコ、It's up to you。 え、アッパーディスコカタカナ、やっせー。どういうこと、アッパーディスコじゃん。いや、あのタイトルはだってカタカナだよ。そうだか、そうだよ。しかも歌詞もカタカナだよ多分。だってアッパーディスコなんて言ってないじゃん。アッパー、アッパーディスコ。え、違う。だってさ、アッパーディスコってさ、英語じゃん。英語表記ってことですよね、タイトルが。そうです、そうです。やっちゃったー。イエーイ。まだ思い描いてたのに。エンドも言ってきたの。イッツアップトゥユーもそうじゃん。そうなの。アッパーディスコはちょっとびっくりしたわ。じゃあ、ゆっちゃった。ということで、フリアが1位です。ありがとうございます。これは文句なしの1位です。ありがとうございます。素晴らしい。じゃあ、やっぱ、私は、うん、ちっちゃいの。うわ、取られた。いただきます。さっきと違うこと言ってるね。ね、さっき大きいのって言ってない。ね、本当はちっちゃいの狙ってました。ねえ、やっぱそうだ。ありがとうございます。確率ね、やったー。おめでとう。じゃあ私たちは決着をつけるために黒ひげ危機一発で。もう心臓止めてるもん、はい、これ。勝負したいと思います。あ、待って、めっちゃ怖いかも。めちゃくちゃ怖い。二人とも心臓に悪いやつ苦手なタイプだもんね。やばい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 、もうドキドキしてるもん。やだ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 。みんなに向けよう。みんなにみんなにお顔見せた。これ飛んだら私の顔が隠れる。言うから、ね、そこのタイミングでスクショお願いします。お願いします。皆さん、国産ゆっかが黒ひげになるところお願いします。じゃいい感じでこっち寄っとくね。あ、なんでどっちから行く。じゃんけんしようか。最初じゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ。いや、じゃんけんは最初先、あとどっちがいい。目の先やるわ。 OK、 いいよ。あ、やだ、本当に行けない。面白い。そうですね、飛ばした方が負け。飛ばした方が負け。飛ばせ飛ばせ。はるちゃん飛ばせ。神様見てるんだからね、そういうの。あー、待って、怖い怖い怖い。ちょっと待って、行くよ。うん、はい、本当に待って。めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。これやばい。本気で心臓に悪いね、これ。やばいね、これやばいよ。ここ行きます。あー、怖い怖い怖い。やめて、やめて。え、ゆちゃんもちょっと顔こっちに。飛ばせ飛ばせ。なんで私の顔だ。ゆうちゃんがマイク壊れるんじゃない、怖すぎて。あ、本当に怖い。やだやだ。いきます。あ、いきます。飛べ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 。大丈夫。いや、意外と前半はいけるって。そか言ってすぐ飛ぶ。そか言って飛ぶのよ。ここら辺行くね。うん。本当に怖い。一番怖いな、私ね、これ刺すタイミング知らないんだから。どんどん行こう。どんどん行く。どんどん行ってるよ、これでも頑張ってるから。怖っ。なんで早くない。お主怖いぞ、本当。怒ってる。お主本当怖いから。じゃあ結果、はるちゃんが2位、めいなが3位。びっくりしすぎて、マイク。むしろ運良くない、飛ばしたから。ある意味で運良かったかも。良くない。じゃあ、はるさんは、はるちゃんどっちかな。有言実行で中くらいのいきます。おー、いいね。ということで私は、じゃん、大きいものゲットしました。残り物には服があるから。うん、何が入ってんだろう。残服。じゃあ開封式。そうだね、開封式しましょう。じゃあ一斉に交換。で、絶対しないけど。しないよね。
しないよね。勝ち取ったもん。勝ち取ったもん。じゃあ行きますね。開ける。一人ずつ。じゃあ私から開けてもいい？小中大で行くか。行きますね。これなんだこれ。これなんだこれ。え、うわ。Amazon ギフト3000円。イエーイ。嬉しいです、ありがとうございます。いいな、やった、いいな。じゃあおめでとう、ありがとうございます、ありがとうございます。いやー、なんかね、重いよね、北海道に音がする。え、北海道の音みたいなのするの、カシャカシャするの。じゃあ開けますね。はるちゃんのね、重いのよ。なんだこりゃ、え、何これ。あったかくしない。寒がりの Q さんにぴったり。ありがとうございます。北海道寒がりさんじゃない。なんか当てちゃって申し訳ないの。あの、これで怒られないね、あーちゃんに。寒がるの。よし、じゃあ最後メインが開けます。当てちゃって申し訳ないの。意外といいもん入ってそう。かば焼きさんだよ。ありがとうございます。私、かば焼きさん太郎大好きで、うんうん、箱買いしちゃうタイプだから。あ、ちょっと、すごい嬉しい。箱買いが1個に詰まってるね。うん、嬉しいです。ありがとうございます。おかしいな、残り物には服がおかしいな。残り物おかしいな。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、ゆうちゃんすごい。ね、いいの？よかった、ちっちゃいの弾いて。私、狙ってたのに。くそ、英語の曲も忘れない私。家帰ってちゃんと調べる。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでエンディングに移りましょうかね。はい、エンディングです。今日もたくさんコメントやアイテムでのご参加ありがとうございました。ありがとうございました。ここで最終ランキングを確認していきましょう。はい、何位でしょうか。ルルルルルバン出ました。3位がエイスケさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして第2位がカンナさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして第1位がツルちゃんです。ありがとうございます。ツルちゃんはですね、誰からあの感謝のメッセージをいただきたいかっていうのをコメントしていただけると嬉しいです。全員っていうのもありだし、推しメンっていうのもあり、推しメンっていうのもありですよ。誰がいいんだい、誰かな、誰来るかな。ゆりかと言いたいところですが、今日はバースデーガール全員からで、お、珍しい。珍しいとか言って。じゃあみんなでさ、もらったプレゼントをさ、こっち持って。すごいなんか私現金なやつみたいな。すーちゃんに、なんて言う？みんなで。すずちゃんありがとう。大好きだよ。かわいく。かわいく。かわいく。せーの。すずちゃんありがとう。大好きだよ。イエーイ。カシャ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 。あげる。あげない。あげる。ありがとうございます。ありがとう。皆さんもコメントやギフトでの応援ありがとうございます。ありがとうございます。また来週、次の週もよろしくお願いします。お願いします。ここでアプガからお知らせです。はい。アプガですね、いっぱいイベントあるんですよ。そうなんですよ。なので、まあ、ちょっと日付順にね、はい、告知していこうと思うんですが、お願いします。まずは明日、1月27日ことねの日デラックスありがとうサンプラザーということでね、こちらサンプラザー中野サンプラザーのステージに出演させていただきます。ステージ19時40分からブブー、こちらステージが19時10分から19時25分が正しい時間でございました。はい、ごめんね、間違えちゃってた。ごめんなさい。19時10分から19時25分です。はい、皆さんお間違いのないよう、はい、19時10分から19時25分です。よろしくお願いします。お願いします。こっちは変わらないかな。そしたらエンディングメドレーが20時35分から21時、そして特典会が21時以降ということでね、はい、あの特典会の方はあのご新規さん1枚あの無料でチェキが取れますので、うん、こちら終演後私たちお待ちしております。ありがとうございます。はい、そして続いてはい、じゃじゃん、こちら1月30日にですね、池袋のタワーレコードにて、リリースイベントを行います。この日はなんと鈴木メイナー誕生日当日ということでね、ハッピーバースデー、ぜひ
鈴木めいなの誕生日もお祝いしに、そしてアップガのライブがちょっとでも気になるという方はぜひともリリースイベント遊びに来てください。待ってます。 CD1 枚買うとね、あの特典券1枚もらえるんですけど、あの1枚から参加できますので、うん、ぜひちょっとでも気になってる方いたら遊びに来てほしいなと思います。待ってるよ。はい、そして続いてこちら2月4日スカパーかけるフェス、そしてこちらですね、ライブやトークコーナーもございます。盛りだくさんらしいです。はい、こちら、場所が日テレランランホールですね、読売ランドの中にございます。ぜひこの日はですね、あのワースタさんと、あの何て言うんですか、こうツーマンみたいな感じなんですけど、ゲストにさゆべいさんもいらっしゃって、すごく豪華なライブとなっております。はい、もう私ハロータなので、私もハロータなので、ドキドキしてる。ハロータ3人衆じゃないか。いろんな意味でドキドキしてるんですけど、でもワースタさんとね、あのライブ一緒にやることが本当にレアなので、すごいこの機会に一緒にできるのがすごく嬉しいです。なので私たちもバチバチにライブやっていこうと思いますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。待ってます。そう、なんかトークコーナーですごい楽しそうだったの。そう、ドキドキしちゃう、緊張する。そうなんですよ、すごい楽しみにしててください。いい企画があるんですよ。皆さんぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。お待ちしております。はい、そしてこちらですね、2月5日日曜日、アップアップガールズカッコカリリスペク東京の表参道ということで、こちら単独ライブがございます。はい、一部二部ございまして一部13時オープンのスタートが1時30分ですね。で、2部がオープン17時のスタートが17時30分、こちら両方とも表参道グランドにて行います。はい、この日は結構久しぶりの曲あるよね。あるね、たくさんあるね。そうなんですよ、まだちょっとリハはしてないんですけど、うん、本当に久しぶりの曲あるので、ちょっと皆さん結構注目していただきたいなと思います。私ね、8人がまた見れちゃうんじゃないかなって思いますよ。え、これはもうね、絶対来た方がいい。絶対来てほしい。絶対来た方がいいよ、みんな。うん、はるかがこんな言うから絶対来た方がいいと思います。やっぱバレンタイン目前だから、はい、みんなキュルキュルだから、うん、ぜひ日曜日なので皆さん表参道で私たちと一緒に過ごしましょう。よろしくお願いします。はい、ちょっと個人的な告知なんですけど、2月の20日に踊れめいなちゃんダンスと題しまして、私のソロイベントが決まっております。はい、こちらまだ私が1回も行ったことない下北沢ろくでもない夜で行いますので、ぜひぜひぜひ皆さん遊びに来てください。はい、まだね、内容とかちゃんと決まってないんですけど、うん、でも歌のコーナーがあったりとか、そうお話のコーナーがあったりとか、踊れって言ってるので私はちょっと踊りたいなと思ってて、なんとなく企画もね、頭の中で考えてたりするので、楽しいものにできるように頑張りますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、お願いします。あと、はい、うんうん、あれですよ、2月10日10日にあのアットジャムオールナイト、うん、アットジャムミーツ、アットジャムミーツオールナイトイベント、ということでね、オールナイトスペシャル、はい、この日もまた夜の11時ぐらいからイベントが始まり、始発までのライブがねございまして、ちょっとはるちゃんね、まだ高校生なので、うん、ちょっとはるちゃんはあのお休みになるんですけれども、うんうん、7人が出ますよ。そう、7人が出ますので、はい、あの参加できる年齢の方はぜひ、あの、ね、夜中アップガと一緒にフィーバーしていただけたらなと思います。こちら会場川崎クラブチッタで、はい、あの行いますので、ぜひ広い会場で私たちと一緒に夜楽しみましょう。よろしくお願いします。はい、そして詳しいあのライブ詳細については私たち SNS やっておりますので、うん、そちらであの告知見ていただければなと思います。よろしくお願いします。告知ありがとう。いえ、皆さんお待ちしてますね。ということで今日の戦場カッコカリどうでしたか？なんか3人でさ、うん、配信するっていうこと自体が結構久しぶりじゃん。そうだね。だからなんか楽しかったね。しかもこの3人結構あのなんか仲いいっていうか、この波長が合うタイプ、うん、会話のさ、テンポ感がめっちゃ合うタイプだから、なんかいつもの普段の感じで私は楽しめたな、うん、あのここにせいちゃんとか入ってくるとちょっと変わるんだよね。そうなのよ、あの子破天荒ですから。そう破天荒ガールだからこの3人は意外とね真面目というか結構あの線路に乗っかっていくタイプが多いかもしれない。すごいやりやすかったし、うん、話振ったらちゃんと帰ってくるっていう安心感もすごかったですあ、
そういえばさっき私たちの23歳の抱負言ってなかったね。じゃあ最後にこれ言って、うん、みんなとバイバイしましょうか。はい、じゃあ私はですね、はい、やっぱりあの2023年1月23日生まれ23歳の古谷ゆりかですので、うん、今年はアップガのメンバー誰よりも目立ってあの圧倒的な魅力を高めていきたいと思います。よろしくお願いします。素敵。はい、私鈴木めいなはあのこれ意外とずっと言ってるんですけど、あの話を短くするっていうのを大きな目標にあの簡潔にね皆さんにお届けできるように頑張りたいと思います、うん、そしてあのバラエティ力だったりとか、うん、ちょっとトークなんかも深めていけたらいいなと思う、うん、そんな23歳にしたらできたらいいなと思っております。よろしくお願いします。みんなで頑張ろうぜ。頑張ろうね。アップアップガールズカッコカリ盛り上げていきましょう。はい、ということでアップアップガールズカッコカリの公式 YouTube チャンネルからご覧の皆さんも各週火曜日の21時からショールームで生配信しております。こちらでもぜひご参加ください。次の配信ですが2月7日を予定しております。はい、次回の配信を見逃さないためにハートマークをクリックしておいてください。よろしくお願いします。ポチポチポチということでもうそろそろバイバイの時間ですね。はい、早い。とても楽しい配信を、はい、そしてプレゼントまでいただいてありがとうございます本当に。ということでそれではお別れの時間でーす。はい、以上アップアップガールズカッコカリでした。バイバーイ。ありがとう。おやすみなさーい。また明日。また明日。